いなり寿司。いなり寿司を作るのに、お店で買った揚げを使います。お米 1.5 カップ。水を加えます。炊飯。砂糖大さじ 1.5。酢大さじ2。塩ひとつまみ。よく混ぜます。これがすし酢です。ボウルに炊いたご飯を移します。すし酢をご飯の上にかけます。ごまを加えます。揚げのポケットを開けます。揚げの汁で手を湿らせます。一握りのご飯を取り、揚げの中にご飯を詰めます。いなり寿司。